焼きそば一つ、はい、焼きそば、何の焼きそばいきましょう。ソーセージ焼きそば、ソーセージ焼きそばと、はい、唐揚げをください。唐揚げ、じゃあ餃子、はい、あ、餃子食べたい。餃子いきましょう。餃子食べたい。2つ餃子2ラーメンとか大丈夫ですか皆さん。あ、どうですか、ひとまず1個2つやるのかな。そうです、確かに。白いご飯どう。で、白いご飯いこう。白いご飯を、白いご飯2つ、はい。すいません、お姉さん、味噌ラーメンの、はい、ワンワンワン味噌、はい、味噌お願いします。あとコーラをすみません、樽でください。え、男たちはビール飲みたいんだろう、どうせ。まあまあいいじゃない、知らないわよ。知らないよ、飲めばいいじゃん。知らないわよ。誰かさ、カレー頼む人いる？ちょっと考えてから頼め。あったら、あったら食べる。ほんと？でも、何頼んだ？でもさっきのと一緒だよ。取るじゃん。餃子と、あ、じゃあいけ。マモナスだけ？うん。カレーライス食べたい。あ、でもな、今ちょっとお腹空きすぎてるから、ちょっと一回セーブしないと。どういうことライス飲んでる。そうだよ。いってみよ。今日はですね、仙台に来ておりまして、はい、なんと明日私たちは始球式のリベンジが行われます。前回ね、あの雨でね、そうできなくて、またね、あの光栄なことにやらせていただけるということで、そう前乗りしてきましたよ。そうです。前回牛タンはもう食べたよ。麻婆焼きそばとか冷やし中華があの発祥ですよって。知らんかった。そう、牛タンだけじゃないですよっていうことでね、ほんじゃあさ、食べに行こうよっつってね、来たわけなんですけれども、この幸い飯店さん、心よく ね撮影許可いただいてやってまいりましたけれども、なんですけど、麻婆焼きそばを頼んではない。やば、見えちゃった。何？私たちのガソリン。ガソリン来た。ガソリン、あ、ガソリンだ。ありがとう。しかも瓶だ。うわ、やばい。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。すごいですね。あ、ちょっと待ってください。びっくりした、ね、ちゃんといただきます。いただきます。わー、そうですか、ね、もうやっちゃいなよ、そっちはそっちでさ。やっちゃいなよ、やっちゃいな。頼みなさい、いっぱいいっぱい、はい、うん、いっぱい、ね、お会計はここなの、お姉さん。そう、お会計こっちだ。好きなだけ頼んで、こっちがお会計こっちやってくれるらしい。いいな、なんかさ、こういうの憧れるんだけど。いいよ、おばあちゃんのお店みたいなさ、そう手伝うみたいな、待ち娘みたいなね。看板娘みたいな。そうあー、しおりちゃん大きくなって。やだ、もう私も大きくなったって言ったら24。お嫁にもまだ行かないの？まだだよ、今はもう28とか。見合いでもしたらいいよ。いい、ね、好きな人いるの。お父さん心配してる。もううるさい、ほんと、ばあちゃんたらうるさい。ちょ、イケメンがいいんだよな。ね、いるよね。キーチルの、キーチルのイケメンいるの。やめなさい、もうきっとね、22歳とかなの。そこのイケメンはさ、おいくつ？は22ですね。ほら、もう私大体わかる。あ、そう、ごめんね。兄弟、あの女の子と兄弟。あ、ねえねえ、そっくりでさ、かわいいんだから。ねえ、兄弟でよかった、ね、お母さんに似てるねえ。もうそう、娘さんとお母さんほんとそっくり、ね、そっくりね。イケメンだね、またこりゃ。え、いつもここのお手伝いをしてるんですか？そうですね、はい。偉いね。自分は結構入ってます。そうなんだ、はい、まあいいね、そんな立派な娘。息子さん欲しい。ね、息子さん欲しい。あ、ありがとうございます。そうだよ、もうなんかさ、22歳って年変わんない感じしてるけど、7分だいぶ違う。7個下。だからうちらが小6の時の幼稚園生ってことでしょ。やばすぎ、ね、飛んでるからね。あ、ごめんね。いいんだけど、ごめん、泣きます。いいよ、いいよ、お願いします。大丈夫、いいんだから。いい、そう、あ、こぼしちゃった。あ、いい、そんなの、こぼしてください、全部。全部こぼしちゃってください。いっそのことで、お姉さん、プレーズとかってあったりする？わかりました、終わってきます。すいませんよ、わがまま持っていて。プレーズなきゃ、私ラー油は？ラー油いらない？ラー油も入れて。あ、私ちょいよ。そう、本当に年取ると文句多い、ありがとうね、素敵な笑顔。素敵な笑顔、ね、お名前なんていうのかな。自分はですさん、あれですか、あれですか、正直22歳からして29の代になるんですけど、はい、結構違うなって思います。いや、
そんお若く見えます。本当ですか。すはい。気づかれやだもん。できた息子さんだよ。何これ何これ。何これ。これね、私の特製。特製、うん、何これ。何食べてみて。あれじゃないの？もしかして？もしかして？あれじゃない、あの手羽餃子みたいな、その定食の手羽餃子みたいなじゃない？いただきます。いただきます。何これ？うん。うん。おいしい。本当。おいしい。天才。ね。甘辛い肉にね、トマトが包んで、うまっ。これ。レシピ教えてほしい。あと10個食べたい。うん。なんかあれだね、こういうさ、給食屋さんとか時間の流れがゆっくりな気がする。わかるよ。わかる。実家とかそうじゃない？触らないよ、ね。何何？違う。後ろ写真撮っとこうな。おしゃれに撮んなさいよ、撮るんだったら。ね、上から撮るって教えてもらったんだよ。0.5 にしてこうしたらいいんじゃない？どうかわかんないけど。まあいいよ、うん、まあ。暗くなっちゃってんだよ影よ。もういいんだよ。うん、私教えてやる。うん、早くして、分かった、食べたいから教えてあげるから、それで切っといて、こう2倍にするの。あ、逆にね。そう、2倍にして、ここからこう取るんだよ。これ、どうですか、どっちが美味しそうですか。あ、いいじゃん、いいじゃん。で、ほら、これね、こうしてさ、うん、分かんない、こう、全体分かんないよ。ちょっと下に美味しそう。全体分かんないけど、うん、いいでしょ。うん、いい、とってもいい。あ、美味しそう。そう、うん、いただきます、すみません。食べたい、食べたい。はい、いただきます、ごめんなさい。何よ、見ただけじゃないのよ、もう。見ないで、本当に見ないで。80、90ぐらいになってたらそうなりそうじゃん、うちが。あ、いいな。一緒にすぎて、確かに。何？うん、うまい。おいしい。めちゃくちゃ美味しいです、ごめんなさい。ありがとうございます。うわ、うまっ。でもこれ、お盆からお盆したわね。あ、そうね。ちょっと申し訳ないけどね、私は、うん、そう思いました。ちょっと騒がしくてね。うんうん、いやいや、帰って帰って。うんうん、アンサーさん、ちょっとまずどうする？餃子うまっ。そう、100枚ください。ね、100枚くれたの？先に。よくない。こういう時さ、マジ気まずいよね。あのさ、焼肉屋さんでも何でもさ、うん、ご飯やっぱ欲しいじゃん。うん、その時のその、もう注文しちゃって、催促する感じ気まずいよね。わかる。めっちゃ食べたいやつみたいになるし、目で言ってる感じ、ね、なんとなくこう大好きね。この唐揚げのパターン絶対うまいよ。先に覚悟しなくて、ああごめんなさい、まだ生きてるんだからね。ごめんなさい。うん、なんかサクふわ、サクふわ、うまー。家じゃ再現できないね、この、うん、うわ、美味しそうな味噌ラーメン。あら、美味しそうな味噌ラーメン、うん、知らんけど、はい、あ、ごめんね、ありがとう、うん、22歳って言ったら、何見てんの。何22歳って言ったら、もうさ、可能性が無限大。うん、じゃあ、何歳でも可能性無限大よ。そうね、そうよ、あ、いいこと言った。うん、あ、いいこと言った。あ、いいこと言ったんだもん。止まんない、止まんない、どうしよう。また来る。餃子マジ美味しかったな。餃子うまいよな。あ、まだある。最高。まだあった。慣れに似てるって言われる？自分ですか？うん。特に言われないですね。嘘。そんな。でもだいぶイケメンだよね。うん。いや、全然。モテるでしょう。彼女いるの？彼女は、はい。うん。残念。いいよ、もう帰って。ありがとう。今日はありがとう。彼氏はいるんですか？彼氏はね、いるよ。ごめんね、ごめん。もう同棲してる。ごめんね。うん。かっこいい彼氏がいる。ごめんね。ごめんね。ごめんね。申し訳ない。もうちょっと早く出会えたらね。え、どっちがさ、お姉ちゃんで弟？決まってるやん。どっちが妹です。あ、どっちがお姉ちゃんで弟？答え決まってるの？妹の方が若いです。あ、妹さんの方が若いんだ。何歳？18。高校生？大学1年生。うちの妹と一緒だ。そうなんです。あ、本当だ。え、これからじゃん。もうずんないがそこまで行って喋っていいんだよ。うんうん、もうどこまででもおいで。もうどこまででもいいんだから。こんなソフトやったんですよ。え、そうなんだ。ポジション当てたい。ライト。違います。うわ、ちょっと待って。
いろんなとこやって。あ、そう、万能系だ。高校ではセンターで。わあ、センターだ。中学校はピッチャーです。わあ、ずっとだ。すごいできそうだ。あんま人数いなかったのね。人数いなかったから、うんうん、ピッチャーやってショートやって何やってたの。すごい。中学校はね、うん、足早そうだもんね。で高校に行ったら外野やりたくて、うん、あ、そう、センターキャプテンやったの。わあ、しっかり者だ、うん、じゃあみんな、ね、え、全国回ってんの？ん？ YouTube 全国回ってんの？いや、なんか今回は明日楽天イーグルスの始球式で投げさせてもらえるっていう話をもらって、うんうんうん、それで来た。あ、そうなんだ、うんうん、しょっちゅう来てるよね。いつもは、そうそう、しょっちゅう来てるけど、うんうんうん、いつもは東京でやってる、うんうん、あ、やってたの？うん、やってる、一緒に。やっぱり、うん、あ、そろそろポジションどこ？ん？いや、餃子ちゃうの。ちなみにね、うん、いける、うん、この感じは。この感じいけるよね、うん、辛いのやつ食べる、うん、じゃあいける、じゃあいける。すいません、はい、餃子を1人前、コーラをスーと餃子を1人前追加で、はい、失礼します。コーラ、ありがとうございます。どうもありがとうね。どうもありがとうね、うん、いただくよ。ちゃんは彼氏いる？あ、います。いるの？うまそう。あ、やっぱり美男美女だからさ。ほら、どんぐらいお付き合いして？1年半くらい。わ、長いね。同じ高校？そうです。今遠距離です。嘘？そうです。どことどこ？茨城。茨城っつったら野球で。この辺か。いやね、絶対野球部だと思った。めっちゃ野球部ね。あ、なんか野球部の男の子と付き合ってそうって思った。いいな、顔見して、彼氏に。どうせハンサムなんでしょ。そんなことないです。いいな、うち野球部の人と付き合ってみたかったの。はい、うち野球部めっちゃ好きだった。3人ぐらい好きだったけど、実らず。何？もっと野球部。静かにしてください。そうそう、あ、いい？ちょ、見せて見せて。やったやった。え？めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃイケメンじゃん。どっちかな？あっちかな。うわ、最高。まだまだ装飾男子がどうたらとか言われてるけどさ、来てくれたんだ。そう、いいね、いいね。じゃあ次、お兄ちゃんの彼女見せて。あ、見せて。お兄ちゃんはどんぐらい付き合ってんの？自分は2年ですね。うわ、うわ、めちゃくちゃ可愛いよ。可愛いじゃん。可愛い。背高そうだね。うん、確かに。いや、普通ぐらいですね。顔ちっちゃいのか。めちゃくちゃ可愛い、おしゃれだし。顔ちっちゃいのか。顔ちっちゃいしね、うん。いや、ちっちゃくないっすね。そう、はい、そんなこと言わないっすか。バレるわ、どう。お店様じゃん。あれあれ、あれだっつって。顔は小さい。顔は小さい ね、そう。そう、女の子の顔は全員小さい。小さい、ね。これで皆さん生きてくださいね、ほんと。ひとつきり見て終わり。でも、こうなってるんだろうね。親戚の子の彼女、彼氏。自分の子供だったらって今想像したんだけどさ。やばいね。でかすぎるか、さすがに。でも、もうそんな感覚なんだけど。わかる。なんかわかんないけど。わかる。ダメだよ、まだ独身だからね。私たち、子供も産んですらないの。うん、ね。なんでこんな気持ちなんだろう。すごい、なんか成長感じた。ね、知らないのに。初めましてだけどね、成長感じた。くも、じゃあもうさ、人相がいい。はい、本当ですか、うん。うん。ありがとうございます。うん、愛されるべくして生まれてきたの。そうよ。うん。何なんだ。怖い。危ない。そうなんですよ。危ないのね。愛されるために生まれてきた。やばい。自分の怖いだ。怖いだ。怖いって。なんかいたじゃん、子供の頃にさ、親戚の。何、りほちゃんはさ、なんとかなんとかとか言ってさ、うん、絡んでくる人いたじゃん。で、うーん、って流れてたでしょ、うん。それだよ、今。それだよね。結婚する気ある？私、うん、なんか違う、めっちゃ重い彼女みたいな。急にね、結婚する気ある？あるよ、あるあるある。あるって言ってさ、そう、でもほらタイミングとかあるじゃん。タイミングってちゃんと言いたいし、ちゃんと言いたいし。どういうこと？いいよ、それ待ってんの疲れた。別にする気があるかないか。でもまだ付き合ってほら3ヶ月じゃん。いや別に、うん、もう決定的な、うん、致命傷ないわけじゃん、お互い。うん、そうだね、うん、あるの？ないないよ。え、ない結婚する気ないの？あ、違う、その致命傷？致命傷？うん、ないよ。いい子だなと思ってるし、ただほら、え、結婚する気は？あるでも、こう、あるって言うとなんかさ、強制みたいじゃん。え、強制っていうか何、ね、その嫌だみたいな。あ、違う、なんかそういう話じゃなくて、こう、俺、なんかこう、言いたいなって。もういい、分かった、もういい、坊ちゃん。
婚する気、うん、あるあるある、うん、あるけどマジでタイミングだよね、うん、分かんないよねここまで来るとっていうか多分向こうの方が分かんないと思うよこういう仕事しててさ俺がしたいって思って今言っちゃっていいのかなとかさでも聞けないじゃん、うん、いつ結婚するとかさ、うん、したいとかさむずいと思うんだよねタイミングは本当にこれこそタイミング本当勢いでしないとさいつまでもしないよねいないよ出前に行くのそうですあそう今から、はい、頑張ってね、チャリでいや、車です車で、はい、すぐ帰ってきてねうん、ダッシュで行きます寂しあ、でも気をつけて行くんだよ気をつけてうん、速度守って寂しんぼだから寂しんぼパパごめんね気をつけて行くんだよ、うん、ね、運転とかね、はい、運転とかね急いじゃダメうん、じゃあ本当にもう年を重ねるごとに気をつけてねっていうのの重みが変わってきた気をつけてねマジで本当に気をつけて、うん、あの右とか左とかちゃんと見る見る見る行ってくるよでも、ね、姉ちゃんうるさい行ってきます、ね、心配性が増してる気がするそうそうそうこうやって過保護になるんだよそうよだから本当子供門限とかつけなくなっちゃいそうえうち多分塔の上のラプンツェルみたいな感じになっちゃいそう、ね、外の世界は危険よっつってそうだよだって塔の上のラプンツェルですらさお男が家の中入ってきてさはいねえ、あんな閉じ込めてても男家に入ってくんだよ怖っ何があるか分かんないんだだってさ、彼氏できたとか言ったらどんなやつか気になるしさやだやだやだ危ない男だったらやだしさ行ってらっしゃい行ってらっしゃい気をつけて、うん、お前、車とか乗せらんないかもそうだよ娘、息子にしてほしくないことランキング1位なの第1位、バイクまあ、バイクはね、好みだけだもんね丸裸に乗ってるから、うんうん、意外とマッチングアプリかも。リアルでしょ。でなんか最近本当に友達とかでも結婚した子で、うん、マッチングアプリで出会って結婚したよっていう子とかも全然いいの。うん、だからうちが中学生の時とかってさ出会い系サイトとかだったじゃん。うんうんうん、それがその時より危ないものっていう認識はないんだけど。うん私別にマッチングアプリを否定するわけじゃないんだけど、うん、すごい全然方法としてめちゃくちゃいいと思うんだけど、うん、なんか怖いよねだって何があるか分かんないから、ね、そうそう本当にさやられちゃう可能性もあるからねそう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 やらしいことされたりとかさ、うん、もしくはそれ以上そうや暴力とかさそう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 車の中に行って捨てられるかもしれないし、うん、怖い知らない人に会うっていうさ怖いよねだからちょっとできないうんできなかったら怖くてああ今までね、うんどっかにこうヒュッて連れ去られてさそうだねめっちゃいい人なのそれまでは今日ありがとう家まで家まで来るよえ僕車で来てるんだ本当うんありがとうよかったら送ってくねっガイシャ左ありがとういやーでも楽しかったね楽しかったここからはもっと楽しくなるよえどうしてさあ僕と君と二人だけの世界へ。もう見ないのこっちなんか。え、マサヤくん、マサヤくん。これだ。なんと私すげえだろ。そんなこと言ったらさ、全員怪しく見えてきちゃうかも。そうでしょ。だってさ、マッチングアプリで出会ったから危ないってわけではないじゃん。そうそうそう。リアルで会っても危ないやつは危ないわけだから。そう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 、ほんとそう。へぇ。だから心配しようって、やだ。どんどんこうやってさ、不安がよぎるでしょ。そうなのよ。いろんな。何に関しても私なんかもう余計なこと考えた。不安でしょ。わかるわかるわかる。怖い。怖い。怖い。マッチングアプリが嫌なものみたいな印象になっちゃうから、うんうん、あげよ。マッチングアプリの印象。良さ、うん、それは手軽さでしょシュッシュッてさマッチしてさ出会える数がもうやっぱ違うもんでもさあれさちょっとさ嫌、うん、よね審査してるみたいでほう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 自分がさこうやってありなしみたいな感じ、うん、なんかそのありなしみたいなこうやってやってさ、うん、その相手もそうしてたとかを考えたくないんだよねね、うん、自分こう残ったからいいかもしれないけど、うん、なんかこの選んでるね過去じゃんそれはもうそりゃそうじゃん友達がさ、やってるのを見てたんだけど、うん、尋常じゃないスピードなのもうガチこのスピードえ、何が分かるのってぐらいうちが、なんか一回やらしてみたいな、うん、やってみたいみたいな、うん、で、うちこうやってやってみたいな感じだったら、うん、遅いダメねなんかいいなあ、俺
美味しい。今去年マッチングアプリをやらないもう一つの理由があって、うん、待ち合わせ気まずくねってわかんの、うん、テンション上がって、うん、え、趣味が合うな、話が合うな、うん、会いたいなになって、じゃあ明日会いましょうってなった時の待ち合わせね。そう、ファーストインプレッションでどうっていうのは、うん、確かに、うん、何色の服着てますか。白色の服に薄い緑のズボンを履いています。あ、僕は白い T シャツに黒の四角い網がついてます。なんでしょう。その亀大好き、あ、そうです、プリプリ姫さん。あ、そうです、そうです、うん、だってそのよろしくお願いします。どっか行きますか。あ、じゃ あの近くにおすすめのカフェがあるんで行きましょうか。あ、想像だよ。いや、もっと自然だって、きっと。え、もっと自然、うちらは想像がこぼしすぎる。さすがに。じゃあ、何だっけ、だよ、ザ・デート。あの、カエルちゃん。あ、はい。あ、タカさん。え、タカさん。タカ。あ、タカさん。あ、はじめまして。すみません。お願いします。どうする？映画見に行くって言ってたけど。あ、そうですね。ちょっと今日もう時間的に。アリエル見たくて。ああ。行きます。ちょっと失礼じゃねえか。マジ気まずいね。ちょっとヤスと練習しよう。なんでね、ちょっと緊張してみたいな。でもやつこの前言ってたもん、やりたい、やろうかな。やんなよ。え、言ってたよね、なんか聞いた気がする、それ。やれやれやれ。なんでそんなに。じゃあ、うちはいないものとして考えてください。やつは待ってる。待ってる。出てる。マジか。はじめまして。はじめまして。あ、やすさん。はい、あ、やすです。りかです。りか、りかさん。行きます。ついですね。絶対みんなそうなるよね。うん、じゃあヤスから行くパターン。ヤスが見つけるパターン。あの、リカさんですか。あ、ヤスです。あ、よろしくお願いします。お願いします。行きますか。行きますか。あ、大丈夫です。ごめんなさい。大丈夫ですか。リカじゃなかったです。あ、佐藤でした。ごめんなさい。すいません。間違えました。むずいよな。むずいね。どうしたらいいんだ。みんなどうしてんの。それを乗り越えてさ、結婚してるわけじゃん。確かに。うちの友達もそうだしさ、よくあるじゃん、写真詐欺、マッチングアプリの問題で。問題。そうだった時は会うって結構さ、時間も体力も使うよ、うん、でもそれでみんなはやってくらしいよ、写真詐欺っていうか。え、全然違うじゃん写真と、うん、って私の友達がね、うん、あのやってる子がいて、うん、でもそれでもちゃんとデートはするんだって。え、してちゃんと中身を知って、やっぱりこの人じゃないなってなっても、その繰り返しらしい。だから本当に根気が必要らしい。何十人何百人って会ってやった。そうだよね。 そうだよね。夜ご飯とかだけだったらなんとか、うん、まあ、ご飯食べて解散だけだったらいいかもしれないけど、じゃあ今日水族館デートしましょうってなってて。確かに。どうする。体調悪い。なんか頭痛い。あ、まだ出会ってない。待って。ゼロのメッシ。あ、どのキャップ、高橋さんですか。リカです。リカ、こっちか。え、多分違う。メッシの高さんですよね。いや、やってないです。青のキャップ、白の T シャツ、金のネックレス、薄いグリーンのパンツ、高橋さん。え、誰ですか。あ、それに今日中指に赤の リップつけてきてって言ったよね。タカさんだ。え、違います。え、これ絶対俺のなりすましですわ。え、どういうことですか。最悪通を通を通を記念に。かわいそうだもんね。そのなんかさ、タイプじゃなかったから帰るみたいなさ。確かにね、かわいそう。一つ辛くない、自分がそうだったら。え、マジで自分が待ってて、私は今日白いワンピースを着てますとか言っ
か言って、うん、どこみたいな、どこまでやってんの、あれ途中で連絡取れなくなった、うん、多分見たんだよね、見て、うわ、いねえわ、帰ろうって思ってて、追いラインとかする感じ。どこですか？私今ハチ公前にいます。あ、お腹が痛くなったので帰りますね、すいません。え、でもさっきまで元気って聞いたかもしれない超辛いよ。辛い、無理。それも何回かあるのかもしれないもんね。そうそうそう、そういうのもあり、人を見てって最終的に見つける人は見つけるし。そうだよね、なんか審査されてるようで。いや、そうなの、審査されてるみたいで嫌だ。そうそうそう、お互いね、お互いだけどね、それは、うん、でもそんなことも言ってられないなとも思うわけ、現実的にさ。まあね、例えば女社員しかいない中、男子社員しかいない中で働いてる人たちってマジって出会えないしさ、うん、うちらも出会えないって出会えないじゃん、うん、そしたらもうさ、そんなこと言ってらんない。なりふり構ってらんないよね。そう、偶然出会って恋に落ちたいとかさ、それだけじゃダメなの。でも私はいつまでもそう思ってたよ。でも信じる力って大事よ。大事、ほんと大事。私は絶対に出会えるはずって思って生きていくべき、うん、引き寄せ。そう、引き寄せ。ごちそうさまでした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 。美味しかったです。美味しかったです。盛り上がりすぎて熱くなっちゃった。ですね。ちゃんと練習したい。ちゃんとやろうか。ちゃんとやろう、後で。それでは皆さん、バイバイ。ごちそうさまでした。バイミンゴー。幸い飯店さんでした。でした。たらたらたら、ポイントボーリン。そんな感じはあって、今から中に見ました。